手を拝借してもいいですか？はい。カモ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 。私はあのお菓子を配る習性はないんですけど習性はないんですけど、あのさっきね、あのゲームに参加してくださった皆様には私からささやかなお礼をしたいと思うので、ちょっとはるかちゃんのお手を借りて配っていただこうと思います。歌ってる間にお願いします。あのさっきのゲームに参加してくれた人たち、はるかちゃんが覚えてるかどうかじゃあ私歌いたいと思います。過ちに聞いてください。
終了なんですが、ここでちょっと告知をしっかりしておきたいと思います。次のライブがですね、2月の13日、京橋にありますベロニカさんで、決まっております。この日はチケットを予約していただいた方、もしくは前売りを買っていただいた方特権として、バレンタインデーの1日前ということで、その日は手作りの、クッキー、チョコクッキーを作って、お待ちしております。毒は入っていないので安心して受け取りに来てもらえたらと思います。今日チケットもあります。ぜひぜひゲットして帰ってください。そして CD も、さっきも言いましたがあります。さっき歌ったもう一度もあったりします。アルバムもあります。ぜひぜひ、まだ持っていない方、2枚目でも3枚目でもいいです。持って帰ってください。そしてモモンガパーカー、モモンガパーカーじゃない、ミカパーカーミカパーカーなんですけど、僕ね、モモンガが強調しすぎて商品名モモンガパーカーって書いて箱が届いたんですけどミカパーカー、ミカパーカー、ホワイト、これがオフホワイト、なんだったっけ、オートミールカラーっていうんですけど、とグレーと3色あります。サイズも ML、XL と 2XL まであります。ちっちゃい方から大きい方まで皆さんフィットすると思うので、ぜひぜひ私とお揃いで着ていただけたらと思います。私はこれを着て巻き割りに勤しみたいと思います。でははるかちゃん、カモン反則チョコ渡されたけど、帰りの車でいただきます自由自由、あるここに、あ、そっか、まだ歌ったんだ。一人で終わった。いや怖いなあと余裕でしょ、全然余裕じゃない、本当、ちょっとね、こっから2曲ほど、せっかくの2人でのね、ツーマンなんで歌ってない、普段歌わないので歌いたいなと思っております。では、キロロさんのベストフレンド、私たちもね、まだ付き合いそんなに長くないんですが、あのね、出会いは長いんですわ。長かったっけ。長いよ、あれ、2年前でしょ。知らんかな、知らんけど一回出会って、ライブで一緒になって、そっからちょっと間が空いて、 でもなんか、年が一緒で、あっち見てもらう。すごく近所で、そうそう、家がね、で、あの、波長が合うんですよね。なんか結構さっぱりしてる、なんかポン酢的な感じ。めっちゃ酸っぱい。そう、酸っぱいの。でも癖になるでしょ。何でも返すよ。飛ばしてきて。今日なんかすごく頭冴えてるの。嘘、めっちゃ神々やった。今日冴えてるよ。それで空回りしてない。何回り、空回りしてる。空回りしても戻ってこれるから、ね、めっちゃ笑うよ、ありがとう。そうそうそう、はい、ということで、何だ、ベストフレンド、そう、そんな私たちもね、ベストフレンドでいたいなと思いまして。思ってる、持ってるよ。私は心からこもてないってよくいつも言われるんですが、思ってるから。そういうことにしとくわ。じゃあベストフレンドを聞いてください。
幸せ感じる時は、ああ瞬間でここにいる全ての仲間から最高のプレゼント。まだまだまだやれるよ、だっていつでもで、淡路島であのライブがしたいって言ってて、
で、吐いたりするのもなんなので、ちょっと道連れにしようかなと思ってね。そう、淡路島に行くのそう、まだ場所決まってないんですけど、夏行こう、行こうね。そう、ここにいるみんな、行きましょう行こうね。淡路島知ってるよし、ありがとう。行こうね。淡路島知ってる玉ねぎの国玉ねぎの国じゃないかも。名産だけど国じゃない。バーベキューしたいね。そうそうそう、今私焼く人ね食べる人、食べる人、私は火起こしの人じゃあ、それで薪でやるのバーベキュー焦げ焦げなるよもう顔が焦げてるけどそう、夏になんで淡路島で今ちょっと会場を探し中だけど、うん、やりたいと思ってます。もう来るしかないよね。うん何もなかったことにして次行こうかこれ揃った？揃ったよ。うん、OK。 じゃあ本当に最後で、で、CD とかも持ってきてますので。そうで、あ、いいんじゃんや。そうやいいんじゃんや何のあ、それね、あ、そうや、大切な、そうやの大変、みんな手出して手出して、手出して、巻きで巻き巻きで行きます。さあ、お利口さん最初はグー、じゃんけん、はい、グーの人、はい、グーの人オンリー、オッケー、グンの人オンリー、グンの人オンリー、さあ、あ、オッケー、いけば最初はグー、じゃんけんぽい、強すぎじゃね、めっちゃ強いわ。あ、一人勝った、一人勝った、ちょっと倒していったまず一人、あと5人欲しいです。5人、あと5人、だから最初はグー、じゃんけん、全員で最初はグー、じゃんけん、ほーい、はい、みかちゃんパーよ、チョキの下、よし、じゃあ私は潰そう潰すんかい最初はグー、じゃんけんぽい、 C の下、チパー、グーの下C って言うんだ1,2,3,4 あ、すごいじゃん。最初はグー、ダメじゃん、え、結局 1,2,3,4 あ、もうここにあげるの。そうだよ、 1,2,3,4,5 あと1人、ラス1、わすごい、ラス1いくよ。え、これで6じゃない、さっきの1人と5だよ。あ、すいません私が倒すわOK、どうぞどうぞ、大丈夫、さっき最初はグー、じゃんけん、はい、え、さっきやった、あの、勝った人を除いていきます、はい、最初はグー、じゃんけん、はーい、なんだ、チョキの人、よっしゃ最初はグー、じゃんけんぽい、あ、全滅あー、おめでとうございます、すごい、じゃあ6人ということで決定です。この方たちには後から、はい、演出をプレゼントします、色紙をプレゼントします。なんで、必然的に物販にお立ち寄りください待ってるわ、もう配らないからOK、では本当の本当の最後の曲になります、はい、今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本日もどうぞよろしくお願いします、では、シークレットベース、君がくれたもの、聴いてください。仕方よ、ああ、花火が夜空綺麗に咲い
感染せずに来てもらえてよかったです。はい、このまま元気で、今年も皆さんついてきてください。皆さんね、できるだけあのお外ではマシくでは、物販コーナーでお待ちしております。